さあこれはセンター左を襲う大きなフライになって入った、ホームラン。さあホークス反撃の戻しはこの近藤の一発、近藤の一振り、これで今シーズンの第21号のホームラン、打点も71と伸ばしていきます。1点を返しましたホークス、近藤の左中間へのホームランになりました。フェンスの一番上に当たりましたね。そうですね、最後はフェンスに一番上に立って入りましたね。近藤の第21号のホームランということに、